はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。もう超久しぶりなんで全然覚えてないっすとりあえず冒険日誌を確認しましょう。第4部か今、失われし世界、始まりの大樹にいるんだっけ今。で、始まりの大樹の根元を目指そうということで、確かなんかボス戦が近そうだからセーブして終わらしたんだっけ。じゃあそのまま奥へ進んでいきましょう。メンツ的にはこれでいいのかな。あ、これは明らかにもうボス戦だな。いきなりボス戦って大丈夫か。多少ね、あの試し切りみたいなのはねしたんすよねでも全然なんか連携的なのとかあったっけ。あんまり覚えてないんだけど。いや、しかも強そう、めちゃ強そう。お、見ろよ、妙な石像があるぜ。なかなか迫力のある造形をしておるようじゃが、はて、石像にしては少々妙な場所に置いてあるの。オートとかってあったんだっけこれてかさ、なんで動き出すの。理由がマジでわからん。なんか必殺技ゲージはとりあえず溜まってたから、もういきなりちょっと必殺技ゲージを放すか。どうなってやがる。本当だよ、どうなってんだよ。動く石像、本で見たことある。リコッタちゃん、動く石像なんて本の中だけのお話です。いや、動く石像はドラクエ3とかにもいるよね。奴はなぜ動いているのか。私が知るわけないでしょう。来るぜ。いや、ほんと強そうだなこれ。竜騎士的な。とりあえずロックして、おお、痛い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 。いきなり使おう。こうなって、でこの戦闘中にできればもう一度使いたいけど、ここまで強力的な技じゃない。かわせ。これでやっていけばいいんだっけ。あ、そうだ、必殺技だ、必殺技。いてこれだ。ちょっと正面に立つのがいいんじゃないか。常に回り込んでこう。いい感じだ。来た。え、回復ってどこら辺からやった方がいいんだっけ。あ、そうだ、こんなんあったな。ん、あ、やった。ほら、とにかく撃てV 破壊みたいなのだったっけ。ないよねモンハンじゃないんだから。おお、ちょっと待って、どうやって使うんだっけ。なんかあったよね、いきなり使えるあれが。まだまだいける。ここにやつも、なんだ、この何がらいが結構広いんだな。溜めてる。なんか危険だ。逃げろ。結構減った。もう一回倒れないかな。なんかこれ危険。あれ、ソースも使っとくか。 60% ってでもまだ大丈夫か。まあいいや。まだまだいける。フルポーションがあと一つと、フルポーションが一つ、粉塵剤なんだっけこれ多少あれか。これが広いんだな。待て、なんだ。これさ、どうすんだっけガードってあったっけ。なんかあったよね、フラッシュガードみたいなのが。フラッシュムーブの方じゃなくてさ、これだ、決める。これは決まったっしょ。終わりだ。よー、なんだかんだでうまくいったな。
みんなレベルが上がってる。やれやれ。そうだそうだ、エタニア王国だ。昔の人魔法使えたのか。そうだよ、昔の人はね魔法使えたんだよ。いや知ってんだろお前。いやアドルも魔法使ったことあるから、あるから、イース王国で。一回セーブしよっか。踊ってセーブ。結構長いなここ。あれどうやってセーブするのこれ。違う違う違う、セーブはあれじゃ、どこでもできるんだ。別にこれセーブポイントじゃねえから。システム的にもう忘れてるな。え、ガードってないんだっけ。ジャンプと、じゃこれ回避とジャンプとターゲットロック、なかったっけ。あとでキーコンフィグみたいなのを確認しとこう。とあとなんか話が勝手に進むやつ、これか、自動送りオン。始まりの大樹。間近で見るとすげえ迫力だ。アドル、木の根元じゃ。お前さん自身で確かめるがいい。え、何を確かめんだっけ。全くわからん、もう。ちょっと話せる人には話しておくか。始まりの大樹。タナトスって誰？こいつなんだっけ名前。こいつタナトスだよな。見間違いではなかった。ああなんかここになんかあるよみたいなのをタナトスが言ってたんだっけ。よし行こう。これは、ダーナ。しかも意識が戻るんか。あなたは。アドル、その子は一体。ダーナだ。翼竜型に捕まった時に上空からこの子が見えてる。アドルの話を聞いた時になんとなくピンときたのじゃが。先ほど確かダーナって まさかそちらの方が。アドル、
襲われてるか。パロだ、ハロー。パロだハローってなんか。パロ、リコッタ。おいおいパロ、こんな時に何だってんだ。漂流村ピンチ、迎撃戦準備。繰り返す、迎撃戦準備。こっから帰るのかよ。こんな時にかよ。まあ一瞬で多分帰るんだろうけど。アドル、彼女を連れて漂流村へ一旦引き上げてはいかがですか。この北部であったこと、タナトスさんや彼女のこと、ドギたちにも相談して状況を整理した方が良さそうです。それが賢明のようだな。もう何が起きてんのかわしにはさっぱりだぜ。古代史が支配する大地を旅して謎の遺跡群にたどり着いたアドルたち。その旅路の果て、彼らを待ち受けていたのは夢に登場する謎の女性ダーナであった。古代世界そのものといえるセイレン島北部、そこに残されていたエタニア王国の何か遺構。古代の人間であるはずダーナはなぜその遺跡で眠っていたのか。これはなんだ。漢字が読めん。あ、第4部失われた世界巻。まあそのまま第5部に入っちゃいましょう。別に時間はまだ早いんで。てか迎撃戦って言ってたよね。大丈夫かって言われてもさ、マジでわからんよ。命に別状はないんだ。いや、冷凍睡眠してたんだよきっと、木の中で。肩に不思議な印ある。いやこれおしゃれだよ、おしゃれ、ただのおしゃれ。エタニアではね、こういうおしゃれが流行ってたんだよ。目のような文様。いやだって漂流村が大変じゃないの。こんなとこでさ、のんきにしてていいの。迎撃の準備をしなくては。獣の友の様子はどうだい。気になる。ああ、すぐに仕掛けてくる気配はないんだ。今のうちに話したいことがある。とっとと集会場に集まってくれ。第5部大樹の巫女。
修羅場をくぐってきてるんだよこいつらは。そうそうそう、魔法とか慣れっこだからね。タナトスさんの話も聞きたいです。五大将が活発になってるんだ。うん、でもなんか覚えてないって言ってたよね。ダーナの家族になる。俺に聞くの？問題ないんじゃん。大丈夫大丈夫。まあ確かにアドルのことは覚えてたからね。アドルさんって言ってたから。お、来るか？迎撃戦ももはやどうやるんだっけ。なんか罠とかあったよね。とりあえずドギに話して、強化、強化って何を強化するんだ。どうすんだっけ。あ、そうだ、素材だ。ダメだ、足りん。でこい、足りん。バリケード足りない、全然足りないね。あ、あったね、スタンドオタク。もういいのか。よし、このまま行こう。あ、待って、ヒールポーション。あれ、ヒールポーションとかもさ必要なんだっけ。跳躍をする。こんにちは。ジギタリスと濁ったね。あ、いっぱいあるね。何個では、お渡しします。あれ、なんかすっげえ作っちゃったけど、まあいいか。フルポーション1個あればいいでしょう。蘇生薬、なんかアイテムでさ蘇生できたよね。エクストラゲージ 50% 上昇、まあ、所持数1か。エクストラゲージ溜まってるね。じゃあこのまま追撃戦に入ろう。OK だ。いいぞ、出陣だ。夕方古代種、読まなかった。どうすんだっけどうすんだっけ。あ、そうだ、左下に地図があって、かかってこい。で、また前方から来てるか。一掃しよう。あ、こいつらか。よそせ。さて、直すとすか。ちょっとまたこっち。もう壊されんなよ。あ、でかい。あれ、なんかフラッシュガードが出た。ほら。あれ、まだいる？侵入されてる。不意打ち。待って、こいつらはなんだっけ、落車でやだやった方がいいんだっけ。
かよ。忘れたな。うわ、でかい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 。使っちゃおう。オーラ、オーラ、オーラ。あと少し。よし、OK。第1ウェーブが終了。多分最後にまたでかいのが出てきそうだからな。その時に必殺技ゲージが溜まってなければ変な薬を飲もう。エアロン、タナトス、さすがだな。こんなもんだぞ。すごいじゃない。そうか、出てきてたらこれ殴ってたよね最初に。大敵、気をつける。ほらご助力感謝します。援護するぜ。うお、このでかいのってどうすんだっけ。頭が弱点流して。いや、意外に大したことなかったな。まだこっちいる。いや、でかいでかいでかい。ちょっと待って。お、一気にジャンプしてきた。ラッシュムーブ。よし、まだ出てきてんな、こっちに。なに、こいつらは。あそこを目指してんな。壊された。いや、まだ壊されてない。壊された、壊されたね。一発ぶちかます。あれ、いなくなった。こういうコマゴマしたのが。やばい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 。うん、なんか突破されてんな一人。ちょっと待って、あっちは任せよ。固まってる。え、そんなことあったっけ。てか2人いるじゃん。あ、これ必殺技ゲージって意外に早くたまんな。次大型 のやつが出てきたら速攻で倒そう。必殺技ゲージ使って第3部ででかいのが出てくるかどうか。第4部あたりで終わりだっけ。こいつ何だったっけ。ん、来るか。でもめっちゃ疲れてんじゃん。一体どうなっている。さっきから古代種ばっか。さすがにこりゃきついぜ。あんなでっかいもん振り回してたら。古代種が活発になっているという話ではありましたが、サハドは今回は特に攻撃的な個体が多いように思います。すげえ息切れてんな。おお、来るね。どっから来てんのこの古代種。また古代種かよ。さすがに厳しいですね。おお、強すぎだろ。一発かよ。あれは
目を覚ましたのか。長らく動いてなかったけどさ、筋力とか大丈夫？ダーナがパーティーに加わりました。え、ダーナ使おう。編成。あー、ダーナはあれか、アドルと被ってるね。え、どうすっか、まあ、せっかくだから入れよう。でね、やっぱりね、1種類ずつはね入れておきたいからね。とりあえず今回アドル外れてもらおう。申し訳ないけど、スキル的なあれは隆起全然分からん。もうこれが強いのかな。隆起ってなんだっけ。能力が高くなるけど、なんか技ゲージが減っていくんだっけ。ブーメランエッジ、技的にはこれだけか。なるほど。ほら、とりあえずこれ殴って急げ。なんか早い気がする、気がする。ご無事ですか。皆さん、お大事に。え、どれだって言うの。今リュウキ使ってんのか。え、作ってるんですね。これ、分からん。とりあえず使おう。溜まってるから。てかヒットポイントが減ってくんだっけ。解放せよ。あれ、ヒットポイントが徐々に回復してるけど、そういう能力の持ち主なんだっけ。てか向こうがまずくないか。何が強いんだろう。これかな。これが使いやすそうだな。てか勇気ダメだ、蹴りがすげえ。てかやばいやばいやばい。なるほど、これが本当にあれだな。あとはこいつか。40使うやつってどのくらい強いんだ。もう分からんな、今一定能が。もう壊されんなよ。ほら、これを鳴らしておこう。痛いなぁ、まったく。ちょ、マジで分からん。ごちゃごちゃ進んでいる。龍気を使ってるんだか使ってないんだかいまいち分からなくなる。やばい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 。待って待って待って、これはヒールポーションで回復させよう。まだまだいけるよ。いつの間にか減ってんな。もう壊されんなよ。なんか壊された。ドラを鳴らしに行こう。とりあえずちょっとアドルの時の技の癖が出ちゃってんな。こいつすぐさ減る気がするんだけど、なぜだ。ど
毒は治そう。毒消しそう。え、これ毒じゃないの？麻痺？毒でしょ。待って待って待って、まあいいや、わからん。めっちゃきついんだけど。来たね、またこっちから。マジでわからん。とりあえずなんとかなったはなんとかなったけど、めっちゃ破壊されてんな。もう一ウェーブあるか。こんなもんだろ。これが前方に投げると、でこれがダブルスラッシュみたいなやつか。前方に投げるのが多分使いやすいな、今のところ。かっこいい。なんか覚悟はいいかな。楽勝じゃなかったんだけどな、さっき。おかしいな今のは。凄まじい速さとパワーだな。女性の力とは思えん。だなね、かっこいい。一応はじめましてだよね。私はダーナ。アドルさん、よろしくね。よろしく頼む。ステージクリア。あ、とりあえず A は取れたか。よしよしよし。もええか。まあいろいろ手に入るのが役立つよな。命の霊薬、磁力装甲、磁力石、ダーナの文様、何を示すものなのかは今のところ不明。粘石を手に入れた。あれ、粘石って何に使うんだっけ。ちょっと一回情報収集しないとマジでわからんな。なるほどなーって何が。いろいろ話は聞けてるのか。古代種どれくらい昔にいた。相当な大昔。自分の名前、大樹の巫女であったことは覚えている。言葉も覚えてるよね。意識の共有があったときは覚えてんのか。
いつ頃から記憶がないのか。うんうん、苗木埋めたね。そこかな。あ、頭が痛い。急にめまいがした。思い出そうとすると、おお、いや、こういうのは何かがきっかけでね、パッと思い出すからね。まあ連れてこう、せっかくだし。いやー、でもダーナな、アドルとな、属性が被ってっかんな。どうしようかな。でもせっかくだからやっぱダーナ使いたいよね。うん、話がまとまったようじゃな。ここからが今日の本題だ。船の設計図を入手できた。船を作り始めようと思ってる。大量の資材が必要になる。まあそりゃそうだよな。資材集めを頼みて。ダーナはどうすんの？掲示板に貼り出しておいた。最近妙な噂。噂ってさ、だって人ここにしかいないのにどうやって噂が流れんだよ。海に霧のかかる日が妙に多い。出るらしいぜ。なるほど、みんなが目撃しているのか。幽霊船。こいつらはタフだな。頭の片隅に留める程度か。
船を作ることは了解した。重要な問題を忘れてやしないか。え、どっち？ダーナでいいや。様子を見るのしかないだろう。ロンバルディアを沈めた古代種。うん、確かにね。オケアヌスのことですかとか言われてもさ、名前なんて知らねえよ。なるほど。バッハの塔、またオートの方まで行かないといけないのか。とりあえず資材を集めながら考えておきますね。まあ行ってみよう。バッハの塔も目指すと。めちゃくちゃ任せられてんな。それぞれ行動開始。じゃ、てかもう夜中なんですけど。目的を果たした。まあ確かにね。目的を果たしたって言っても結局こっから出れないと何の意味もないからね。ああ。協力するのは当然だ。無事にアジトへ帰るまでが運びの仕事だからだ。なるほど。家に帰るまでが遠足っていうのと全く同じだね。バッハの塔へ行くにはどうすればいい？坑道のある王都中央区から東に向かって大きな橋がかかっている。その橋を渡った先の出口から道なりに進んでいけばいい。口で言われてもよくわからん。資材集めもやんなきゃいけないからね。うん、ほらほらほら。掲示板でも眺めつつ考えておく。結構悠長なこと言ってんね。
はい、というところで、ダーナが仲間になりましたので、まあ、せっかくなんでとりあえず当面の間はアドルを一旦外してダーナを、入れて進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。